ど、そんな人こそバンバン答えられたら絶対かっこいいじゃないですか。だから今日は知り合いにクイズの問題ちょっと作ってもらったんで、クイズ番組っぽくちょっと出してもらって絶対できるよっていうのを証明するんで、できたらお金ください。じゃあ問題お願いします。これやばいですよね。もしできたらすごいですよね。問題お願いしていいですか。お願いします。あ、来ました。かっこいい。ほら、かっこいい。番組っぽい。頑張りますね。というわけで、はい、歴史の問題にチャレンジしていただきましょう。問題。1853年、ペリーが浦賀に来航したとき、乗っていた船の色は何色でしょうか？バカにされてますね。バカにされてますね。普通、ピンクって答えるでしょ、私は。正解。天才じゃないですか。クイズ番組もできるし、いいよ。
女だし、すごいもうね、歴史をみんなに教えてあげたい。で、いつもならちょっと高く教えてあげるんだけど、今日マセキ割引で安くするから、後で話しかけてください。バイビーメン。